2枚もともとあれですか、この和気町に。ああ、和気です。もともとの和気ですね。じゃあもうこの辺とかも結構もう、もう遊び、昔は遊び場っていう。そう、遊び場でしたね。なんかね、結構ね、中学とか高校の同級生とか、部活しとった後輩とか先輩とかね、いろんな人がこう、来てくれたりとかね。味で、また味でこう、つながったような縁に、結構、助けてもらってますもん、皆さんね。いつもあれですか、帽子かぶられてる感じですか。いや、これはたまに、にぎやかしでかぶる。ちょっと気分で。気分で。あれですね、お子さんが見たらちょっと喜びます。そうですね、もう笑うてもろてなんぼなんで。めめめた。はい、どうぞ。と、タコ線1個。タコ線を。あとチーズとか乗せたらちょっと100円アップになるんですが、こちらもちょっと最近寒くなりかけでちょっと出たりとかしますね。ちっちきチーズもね、結構。あ、ちっちきチーズ。ネギ取ってくる。お店は去年の8月28日にオープンしたんで、ちょうど1年と。ああ、はいはいはい。いえ、いろいろこう、どういうんですかね、お店とか回って、こんなたこ焼き作りたいなー言うて、ネットとか、はい、本とか、いろいろこう見て研究しながら。まあ、もともとはなんか大阪のなんかふわとろ系いうんですかね、はい、こう、ふわとして、中がとろっとして美味しいような、そういう感じのたこ焼きを目指して。はい、どういうんですかね、やっぱり、
注文いただいてから焼くんで、出来上がるまで待ってもらわないといけないんです、うんうんうん、でその間ちょっと飽きないようにいうような感じですかね、もともとは楽しめるようにかね。太陽のおかずソースはあります。あソースの赤用のソースになります。もうあの口の中を破壊するために生まれたたこ焼きなんで、あれでしょ、こんな感じですかね。はい、うちの地元のたこ焼き屋さん、りくべさんに初めてですけど、来させていただきました。辛いやつになります。ちょっと勇気いるでしょでしょ。ケイさん、辛いの苦手じゃなかったですか、めちゃめちゃ。苦手っていうか、汗がすごく出るから。それが結構、あれなんですよ、私も苦手で、作ったら、お客様が、まだ辛くない、まだ辛くないって言って、だんだん、ちょっと上がっていって、っていう形なので、ちょっと自分たちも どれが正解なのかちょっと分かんない感じで。で、行きましょうか。つけるんですね、さらに。喉元過ぎたら来ますね。それは良かった。はい、はい、じゃあちょっといただきます。はい、なんかもうすごいふんわりしてますもん、ね。ちょっといただきます。うん。あ、ま、やっぱ最初は、ちょっとなんかピリッときたんですけど、慣れたらなんでもないですね。なんともないですね。ちょうどなんかいい感じ。うん。あ、うまっ。いただきたいと思いまーす。これこっちは辛くなくて、普通にさっき火で炙ったんで、ファイヤー。うん、うん。どうですか？すごい、ふんわりしてます。うん、うまっ。めちゃめちゃうまい。マヨネーズ、あれですね、なんか炙ったらやっぱ違うものになりますね。そうですね、はい。ちょっとなんかチーズっぽいっていうか、やっぱ、はい、なんかね、癖もなくというか、本当にマイルドで、なんか美味しいです、これ。なんか全然美味しいっていうか、はい、まあ、美味しい同然なんですけど。多分この、冬場とかないですよね、かき氷は。そうですね。なんか、かき氷が欲しくなる感じですね、これ。どれぐらいの量があるんですか、もう。
お皿、お母さん、あのお皿はこれでこんな感じでね。あんまし自信ないんですけど。いいっすか。はい。あ、まあまあ。じゃあ、やっぱお店のために。まあ、なんとか、はい。まあ、よーい、スタート。良い子の皆さんは真似しないでください。でも美味しいです。なんかそのさっきも言ったようにたこ焼きとかき氷一番いいですね。なんかこっせいなってきた。なんかタコが2つ、たこ焼きが2つ入ってます。あれ、これたこ焼きとはまず違いますね。まあ、これはこれでも美味しいですよ、これ。あ、なるほど、150円、はい、すごいお手軽なね、お子さん100円とかね、その当時は。すごいですね、はい、癖が強いって書いてますよ、癖が強いんですけど、よろしく。怪しい雰囲気のお店ですけど、よかったら一回食べに来てみてください。はい、はい、あれ営業時間は、平日は11時から晩の8時まで、土日祝日は、10時オープンの、19時半まで営業してます。お休みには、火曜日お休みだね。わかりました、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。オープンして1年少しになりますが、これからもお客さんに来てもらいたいと思っております。ワンちゃんと一緒にお待ちしております。ふわふわとろとろたこ焼きポテト、よろしくお願いいたします。これから、焼き芋も始めたいと思いますので、お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。